った。結構食ったね。相当食った。めっちゃキープしとったくない？実はね、あれからね、もう結構1週間ぐらい経ったよ。今5月27日。そうやね。あと計量日まで、あと3日。3日で、で目標が58。半年10キロ増量計画。いい感じやね。太ったよかったけど、どうなんやろ。どうか何キロ到着？いやーどうやか。さっき何倍やったんだね。最高今までの新記録は57.3。ね、57.3。じゃあ、増量計画して、5キロで57.5、5.5キロ取った。めっちゃ太ったね。5.5キロ変わる？変わらない。でもこの辺がやっぱちょっと違う。そうですね。出たね。なんかデコロンができとるから。こうやってきたな。胸出たね。やっぱ。楽勝やね。楽勝？うん。いや、すごいね。やっぱこうやね、俺。うん。こいつ、年の父ちゃん持ったら、あいつ、53キロとかまでって投げとったくさ。なんでかんで行くね。行くね。いや、62.7行ってほしいね。いや、行きたいね。うん。で、今日このまま、58キロキープしてね。うん。もう食べんの？もう食べんの？いや、もう、この前の動画みたいにギャラを書きたくないけど。これでさ、ライブタウンライブタウンだもんね。お前まだ全然入るもんね。いやー、58キロか。なんか、増量始めて何ヶ月経ったっけ。3、4、3ヶ月経ったのか。2ヶ月かね、これ5月、6月、7月、4ヶ月で 5.5 キロ。あと2ヶ月で 4.5 いかないかな。結構辛い。でも2キロずつか。まあ1ヶ月2キロはね、結構大変なんだけど、まあ62.7、あ、6か8か、まあ63やね。こんな感じで、計量裏側動画的な。